いただきます。すごい冬っぽい感じですよね。じゃあこれいただきます。すごい食感が軽くて、中にローストアーモンドパウダー入れたので、ちょっと本当に香ばしい感じで、なんかお酒とかにも合いそうです。うん、おいしい。なんか普通に おやつとして食べてもいいし、なんかお酒飲む時のデザートとしてもいいかもしれないですね。さっきのローストアーモンドパウダーはセリアで買ったので、セリアで 20g 100円で売ってると思います。はい、なので普通に1回作るだけだったら全然ね、そんなに高く大きいところで買う必要ないので、まあ、セリア行っていただいてローストアーモンドパウダー買っていただいたらこんな感じに出来上がります。まあ普通のアーモンドパウダーでもすごい美味しいと思うんですけど、私はローストされた方が結構好きなんですよね。なんかちょっと大人っぽくて美味しいです。ポリ袋で完結するので本当に焼くまで5分もかかんなかったかな。ただはかりの上に袋を乗せて全部粉類と油入れてもみもみして成形して焼くだけなので、本当にとっても簡単だと思います。すぐ作れるし、なんかすごい食感も良くて、甘いんだけどそこまで甘すぎないので、ちょっとゆっくり休みたい時の大人のおやつとして皆さん食べてみてください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。